あっこんにちは、さゆたかさん、はい、長編動画ですね、はい、いきますよ、はい、毎月恒例の月刊ちょっと早いね。そうです、というのも今月は5月の終わりとせずに一旦区切りの交流戦前までということにするので、だ、はいたい、はい、まあ、5月の1日から交流戦前までの12チームの月刊総評というところになります、はい、まずセリーグ、はい、セリーグ今現在ですけど5月21日現在首位が阪神 0.5 ゲーム差で2位の広島が追い、それを1ゲーム差で3位の巨人が追う、そして2ゲーム差で4位の DeNA、そして1ゲーム差で5位中日、0.5 ゲーム差で6位ヤクルトという順位になっております、はい、この1ヶ月で大幅にジャンプアップしたのが現在2位の広島、うん、で落ちてきたの、まあ、予想通り、予想通りでしたね、恋の季節というふうにもうぜひね前回の動画見ていただきたいんですけれども、本当だよ、そうですよね、お前の予想は当たらないとこの野郎出てこいって、ね、こう当たるとね強気になれるっていうね、そう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 で、ただダウンしたチームはやっぱり中日、はいはい、1ヶ月前はやっぱりって言うな、あ、ちょっとすいません、ちょっと待って、やっぱり言うな、なんでやっぱりって出てきたんだろう、すいません、私中日好きなんですけど、あの3位から現在5位なんですよ、はいはいはい、で、まあ阪神は変わらずで、巨人が阪神とね一時期こう首位変わったりとかもありましたけれども、今現在3位にちょっと下がってるというところで、でヤクルトは一旦ちょっと3位になった日ですね、時期じゃなくて、はい、日もあったんですが、まあ、一瞬だ、一瞬です、はい、6位というところなんですけれど、まずちょっと阪神から見ていきたいんですけれども、出だしがね3月から4月ぐらいはちょっと良くなかったんですけれども、5月は安定でしたか。まあ安定っちゃ安定だけど、もっとできるっちゃできるよね、と思うよ。逆に、まあ、ただそのサトテルを落としね、はい、これこのあの交流戦から上がってくるかなっていうふうに思うけども、うん、はい、落としたりだとか、まああれだけ鉄板だったら打順を4番を大山まで外して原口入れたりだとか、はい、その原口がスリーラン打つとかね、はい、だからまあ刺激をうまく与えながら必死に現状維持を守ったっていうような、まあ現状維持っていうかその状態を保ったという、まあ、そんな感じがするよね。あの近本選手もね1番から3番っていうのもありましたもんね、なったりとかね、木浪も外したりだとか、はい、まあ、いろいろこう刺激を与えて、うん、まあ、一瞬休ませたのかなっていうような気もしたけども、うん、まあ、でもそういう刺激を与えながらね戦ってるというね。ただ強い阪神ではまだちょっとなかったなという印象、ね、まあそうだな、うん、でもしぶとい阪神ではあったね。あ、しぶとい、うんうん、強さは感じないけどしぶといという、でもノイジーがポイントでね、はい、いい働きしたいだとか、うん、まあ、そういうこともあるし、うん、木浪がなんか復活しそうな満塁男を発揮したりだとかね、うん、糸原がいいところでポイントを使ったら打ってくれたりだとか、うん、だからまあそこら辺使う方も、あ、こういう風な展開になるんじゃないかなっていうのを想像しながら多分使ったと思うんだよね、うん、だからそういう意味では岡田監督はよく見てんなって思うよね、うん、だからなんていうのかな、まあ、選手も期待に応えるというかさ、まあ、そういう刺激に応えた好きじゃなかったかなっていうような感じがするけど、ね、ピッチャーに関してはどうでしたか。まあ、ピッチャーはもう相変わらずよく頑張ったし、うん、ただそのやっぱちょっと後ろの方に疲労が来てるのかなっていう、うん、一瞬そう思った時期もあったけども、うん、まあ、それも1試合2試合すると解消されるというかさ、うん、やっぱ能力の高いピッチャーが結構いるよね。ただその5月に伊藤将司投手と青柳投手が先発ローテね守った2人がやっぱり落ちたというのは、はい、いやでもその代わりに投げたビーズリーが勝ってくれたりだとか、それも 1-0 でね、はい、中継ぎも頑張ってくれて勝ってくれたりとかすると、うん、まあそんなに悪い月では俺はなかったような気はするけどね、うん、ただよく耐え忍んだよ。そうですよね、うん、まあ、7勝8敗というところで、はい、まあ、1つちょっと負けが多いんではあるんですけど、これは、まあ、しぶとかったな。そうですよね、うん、これは阪神がまあしぶと、他のチームもそこまで強くなかったという捉え方なんですか。いや今年は本当強いなって思うことはあんまりないよね、セ・リーグに関しては、うんうん、まあ、広島が今の状況の中ではなかなかやっぱりやるなっていうような感じではあるけども、うん、はい、他の球団に関してはなんか波に乗れないなっていうことが多い、うん、多いですよね、うん、でその今話に出た広島なんですけれども、なんと5月9勝4敗、うん、もう下から本当に鯉のぼりのようにぐっと声が上るように上ってきました。まあそうだね、はい、まあ、人材がこう整ってきたっていうことはあるよね、うん、まあ、例えば末金が帰ってきたり、
で矢野を安定的に使うことによってこうバッティングが成長したりだとかさ、うん、だから非常にいい感じでいっているよね、うん、あの豊さんがカープは本当主軸が決まらないといないというところをすごくこう挙げてましたけれども、この清金選手だったり小園選手の好調さ、あと坂倉選手、そうだね、はい、だからまあ小園を4番に使うことによって覚醒したというかさ、うん、はい、まあ、勝負強さ、うん、あのそういうのも発揮してくれたし、チャンスメイクもできるし、やっぱり小園のチームになってきてるなっていうような感じがするよね、うんうんうん、だからまあそれが一番自然であり力を出しやすいと思うんだよね、うん、で末金もなんかヒーローインタビューで必ず小園を意識したコメント出してるし、ね、あの野郎がまた打ちやがったからみたいな、まあそういうことをね言ってるし、いやだからそういうライバル視をするというか、うんうん、そういうことで相乗効果というね、はい、ことも上がってるだろうし、だから末金が一人大砲が入ったっていうことは、うん、広島にとっては大きな存在になったよね。大きいですよね、うん、ちょっとね結果で出遅れていた分、はいはい、ここに来てやっぱりスリーランもね、まあ、そうだ ね、 ね、まあ、ホームランという魅力っていうのはあるよね、うん、彼にはね、その前にやっぱ小園がしっかり返してくれてるっていうこともあるしね、はい、だからよくはなってきてるよな、いいよな、うん、あとはやっぱこう8回9回、はい、ジャイアンツ戦でちょっと打たれたけども、まあ、勝ちゲームにはなったけどね、はい、それまで8試合連続で無失点、ノーヒットで抑えて、うん、で栗林も同じようにというような、はい、もう完璧だったから、そこら辺が、うん、だからまあそこら辺で先発投手陣もある程度投げたら点も取ってくれるし、うん、そのバトンタッチできるともう勝ちが広いっていうね、はい、そういう信頼度も上がっただろうし、うん、だから非常に安定した戦い方、また守備も良かったね。そうですね、矢野がやっぱこう内野の守備を占める、うん、まあ菊池ももちろんそうだけども、はい、この二遊間っていうのはやっぱうまいよね、守備範囲もあるし見てて安定感もありますね。さあそして巨人、まあ、一時期ね首位に一瞬立ったりということもありましたが、はい、現在今3位というところで、うん、ただ8勝7敗なので阪神よりは現時点ですけれども、まあ投手力はいいね、うん、投手力はいいんだけども、はい、攻撃陣だよな、うんうん、だ点が取れない、まあ、そこら辺でもっと点が取れてれば、はい、もっと勝てた試合っていうのは、うん、たくさんあったのと、はい、やっぱ安倍監督の野球がもうしっかり見えてきてるというか、うん、だからこれからは戦いやすくなってくるかなっていう巨人はね、はい、なんかそんな感じがするよね、うん、まあ、月間でいうところの順位表だと、まあ、巨人は3位というところなんですけれども、あと打率というか、あのね、得点圏打率が悪すぎるわ、うん、そこですよね。で今年キャンプで一番課題にしてたところなんだけども、はい、まあ、オープン戦の時はねうまくこう引きつけて流し打ちっていうのがハマってたけども、はい、全くそういうことができなくなってきてるね、うん、まあ、やっぱりオープン戦と本ちゃんとは違うっていう、まあ、だけどそこを求めないと、はい、ホームランが打てる人っていうのは岡本、坂本、うん、まあ、丸はい、っていうようなところだから、結局ねバントで勝ってる試合っていうのは本当に少なくて、うん、ホームランで勝ってる試合っていうのがやっぱ大きいんだよね、うん、一発とかそうです、まあ、例えば吉川のホームラン、二発目が小林のホームラン、はい、この2点で勝ち切ったところ、うん、とかね、はい、岸田のツーランで勝ったとか、うん、はい、だからそういうやっぱホームランのやっぱ勝つチームなのかなっていうような感じがするよね、うん、いきなりスモールベースボールをやれって言っても、はい、なかなかできるもんでもないし、うん、だからまあそこら辺での葛藤をしながら、はい、まあ、安倍監督が戦ってるかなという感じはするよね。そうですね、うん、でやっぱり5月の得点38得点というのはやっぱ6チーム中ワースト、まあ、そうだね。でもそれで勝ち越してるっていうのはどれだけやっぱこうピッチャーがね、防御率ですね、まあ、頑張ってるか、まあ、安倍監督はその投手の使い方、はい、替え時、まあ、非常にやっぱうまいよ。うん、だからスパッと行くときは行くし、はい、ダメでも引っ張っておけば立ち直るとか、うん、まあ、そういうところの見極めっていうのはさすがだなというふうに思うけどね、うん、まあ、投手力で勝ってる。でもこれがこれから熱くなってきて、はい、投手力が疲れたときにどうするのかなっていうのはあるね、心配事は。ちょっと夏場ですね。夏場な、これだけ点が取れないとな。はい、さあ現在4位の DeNA、 実は5月の月間順位では2位、
8勝7敗というところで、得点も57得点と、まあ、6チーム中一番いいはいいんですけれども、ただちょっと防御率が3点台だったりとか、先発防御率なんですけれどもとか、まあ、打つことに関して手の打ち方っていうのもいろいろあるけども、はい、打てる能力があるから、まあ、選手に任すとしても守り方が悪いよな、うん、守る体型とか、はい、なぜここでこういうふうに守らなきゃいけないとか、完全にバックホームアウトなのにトンチンカンなとこ投げてるとか、うん、やっぱそういう記録に現れないミスっていうのがものすごく多いんだよね。それ例えば勝ってる試合でももちろんもちろん、で、競ってる試合でもそれやるからさ、はい、よくやる度胸あるなって思うぐらい度胸よくやってくれるから、うん、いやだからまあここら辺がもう少し試合巧者であってほしいなと、はい、試合巧者であれば、まあ、広島が残してる9勝4敗、はい、このぐらいの数字は残せたはずなんだよね。そういうことか、だからストレスがたまるって、だから見てて無駄が多すぎる。本来ならばきちんとこう采配してきちんとして野球をすれば4位ではなくもちろん上位にいってるチームです。だからね、広島はハイブリッドだとか、はい、電気自動車で走ってる、はい、燃費がよく、うん、でもね DeNA は昔のアメ車なんだよまだ。あとそのすごい大きくてガタイはいいんだけど、見栄えはいいんだけど、うん、ガソリンがどれだけ食うかっていう、燃費が悪い、3キロぐらいリッター3キロしか走らないとかさ、相手は20何キロ走ってるのに、ハイブリッドなのに、いやだからそのぐらいのなんか燃費の悪さを感じるな。そうなんです、ね、試合に、うん、無駄が多すぎる。もっと勝ってていいはずなのにっていうことですよね。いや本当だったら、本来ならそれはね、今永抜けた、バーバー抜けたって言ったって他の球団だって決め手がないわけだから、はい、いやそれだったら俺首位に立っててもおかしくないと思う、うん、やり方をうまくやれば、うんうん、だからそのぐらいの能力は俺はあると思ってるし、はい、そうじゃないきゃおかしいと思ってる、うん、以上でもね、豊さんがOB の発言をしてくれたことに対してファンはありがとうございますっていう風に、OB としてというかファンの代弁というか、あれだけ人が入って、うん、きっちりしたね、綺麗な野球を、効率いい野球をやってくれたら、うん、もうみんなね、いつも気持ちよく帰れるんだけどもね。そうですね、なかなか帰らないもんね、なんでっていう確かに首ひねっちゃうような感じありますよね、もう家帰る頃にはなんか寝違えみたいな気して帰ってるから、なんでだろうって言ってね、いや俺のね、はい、知り合いでもものすごいファンがいてさ、はい、横浜ファン、もうねげんなりラインが来るんだよなんで言うて豊さんに俺ももう最近ではわからん言うて考えが言うて、そうなんですね、送るんだよ。やっぱファンはね、ファンはよく見てるし、ね、ファンは素直に見てるから、はい、ファンの意見っていうのは本当に正しいと思うよ。そうなのか、やっぱただそこにファンより上行くような気さくだとか、うん、奇襲だとかあったら、はい、ファンはすごいなみたいに思ってくれるわけじゃない。なんでみたいな、はぁみたいな、ちゃんとした野球、普通の野球をっていうところもあるんですかね。そうだな、ただ、インサイドとしては全部が全部そうなってるわけじゃない、もちろん、もちろんそうです。難しい時に、うんうん、麻雀でも何面か待ちってあるんだよ、はいはいはい、両面待ちって2つの待ちしかないんだけど、うん、単面ちゃんとか、うん、いろいろ想像ばっかり集めたら、どれを切っていいかわからないみたいな、そんな状態になっちゃってるんだから、時間があってしょうがないですよ。頭痛くなっちゃう。ただ明るい材料としては、はい、例えば海老名選手が入ってきて非常に打線好調になったとか、はいはい、あとオースティンが、まあ、一応2番に戻ってきた、あと筒香選手が帰ってきて今4番ですけれども、ちょっと今状態があれですけれども、やっぱ最初こう活躍してくれたとか、まあね、いい材料、まあ、だからまあ筒香も、まあ、本調子ではなくね、うん、今4番に座らされてるけども、はい、まあ、ここら辺がねもっと万全になってくるといい、うんし、まあ、オースティンも、ね、ハッスルプレーで2塁にヘッドスライディングよくやってるけど、いつ切れるのかなって言って心配でしょうがない。また本当いつ怪我してね、いなくなった本当に心配だよね、うん、またすぐ痛いって言うんだろうなと思って、うん、多分そうかもしれないですね、うん、以上以上。海老名選手は、いや海老名は要は、うん、俺なんかの動画で誰に期待するかって言ったら、今年は海老名って言ってる動画があると思うんだよ、うんうんうん、だからそのぐらいやっぱり力認めてるし、はい、やっぱこのままね、
やってほしいし、そうですね、まあ桑原がベンチに座ってるのっていうのは悲しいけどね。あ、そうですね、確かにそうなんですよね。特幹構造ね、どうもね、ハッスルしていってくれるね。そうですよね。さあ続いて現在5位の中日は5月の月間順位は最下位というところで、現在で5勝9敗、先発の防御率が 3.83 と、これ6チーム中ワーストでした、5月は。まあそうかもわからないけど、うん、バカーンと取られた時があったんだよね。ありましたね。だからもうそれ以外、小笠原なんか見事にゲーム作ってるし、0点に抑えてる、はい、それ考えて小笠原が、まあ、3試合ぐらい登板してると思うけども、1点も援護点がないというさ、こんなのありえるか。去年なんか聞いた感じのあれですよね。柳とかね。そうだ、カルテット。もう柳なんか点取ってくれるとさ、いいのみたいな感じでさ、もうなどうやって投げていいかわからないぐらいにとっちらかっちゃってさ、逆転クラブとかさ。まあそういうこともあったし。いやだから小笠原とかがやっぱしっかり勝ち星を重ねていかないとさ、あれだけのピッチングしてるんだから。そうですよね、まあ、そうだから無駄が多いよな、うん、確かに。トータルの防御率でも 3.36 と、これも6チーム中やっぱりバーストだったので、ちょっと5月はピッチャー陣がっていうところが、まあこれはね、春先飛ばしたっていうね、登板方になって疲れが疲労が来てるっていうことと、ずっとこう最下位にね甘んじてた球団だから、4月とかはこう上位の方で争ってた、だそういう疲労度がやっぱ来たんだろうなっていうような感じはするけどもね、だけどやっぱ勝負はこっからだからさ。そうですよね。だから小笠原もやっぱこうゲームを作ってくれるしね、しっかりした投球をしてくれる、で涌井もそうだよね、涌井がどちらかった時あるけどさ、 DeNA 戦でありましたね。まあでもそれ以外はまあきっちり投げてくれるし、勝てるピッチャーを勝たせてあげないとやっぱ勝てなくなるという、おかしくなるという。だからまあここら辺はなんとかな、うまく高橋宏斗でもそうだよ、しっかり投げてくれてる。やっぱ勝ち星をちゃんとつけていってやらないとさ。そうですね、これはやっぱり野手の責任として頑張ってほしいなと思います。そうですよね。これ中日得点が42得点、打率が2割4分5厘なんですけど、はい、5月の一番良かった広島得点40なので、中日よりも2点少ないで、打率も2割4分なので2割4分5厘の中日よりも打率は低いけれども、防御率が広島 1.83、 救援が 1.10 と、ズバ抜けてやっぱピッチャーがいいっていうところがこの明暗なんですかね。まあ、明暗もそうだし、そうなったら点をどうやって取るかっていうのを考えなきゃいけないじゃん。あ、だからピッチャー打たれてるんだから、でも打ってるわけだから、はい、だからそれを点にどう結びつけていくかっていうことだ。そこなんですね、だからそこが欠落してるというか、そういうところなんでしょ。そうですね、数字を見るとね、だからそこら辺をもう少しうまく、もう手を変え品を変え、それと奇襲をかけ、奇策を持ち、まあ、戦っていくしかないのかなっていうふうに思うよね。あとはやっぱり中日、そのなかなかそのポジションだったり打順が固定が、いやだから固定はできるんだよ多分、だからカリステを使えし、そうカリステ押してね、いやカリステが一番中日では期待持てるから、もうね、騙されたと思って1年間見てみて、カリステがナンバーワンだから、それはホームランとか打点だとか、そういうのは細かだと思う、でもトータル的に出塁率だとか、ね、ヒットの数だとか、安定的に使ったら俺カリステがナンバーワンになるって。この前の試合カリステつかめにつかなかったなって、なんでなんですか。知らないでしょ。そうですよね、やっぱカリステを1年間通して豊さん使ってほしいとでなると、今月間で最下位だったんですけど、この中日ベストオーダーにすれば来月までまた上がっていくよっていうベストオーダーってありますか。あるある、お願いします。1番カリステ、あ、おー、もうカリステですね、1番、はい、2番田中、はい、村松行くな、村松やっぱね、田中はね、いいんだけど、2番を本当は打たしたいんだけど、やっぱ長く持たせなきゃいけない、体力がないから、だから8番に置こうかな。 OK です、じゃあ2番村松選手、で3番が高橋周平、あ、まあ、周平戻ってくるということで、4番が細川、あ、そうかそうか、細川選手、はい、これなぜ細川かというと、やっぱ中田は少し休みがちだよね、今年。そうですね、で休ませなきゃ逆にいけないと思うし、細川はまだ若いから、はい、4番から外れるということはないと思うんだよ、だからまあ中田、はい、5番中田選手、はい、で6番が石川、ポジションがないんだよ、
そうですね。ポジションがないんだよ。どうしましょう。石川あたりが使えるとな。これ交流戦で DH で6番石川貴也っていうのはありなんですか。ありだよ、うん、これまあ交流戦に限ったメンバーね、オーダーになっちゃうでいいの。はい、とりあえずもうすぐ来るので、じゃあ中田 DH の石川をファースト。ああ、まあちょっと限定的ですけども、うん、これはありですよね。あるある、うんうんうん、でカリスタはレフトだからね。そうですね、うん、はい、で7番に岡林、うん、お7番に岡林選手なんですね。で8番に鳩、うん、田中美希也ではない。あ、もう DH 使うんだったらもう田中美希也は、うん、下位打線9番から1番につなげる。なるほど、はい、こういう布陣でいくと、はい、うんうん、これが、まあ、交流戦ですけれどもちょっとベストオーダー。俺はこう使うな、うんうん、もう悪かったらもう村松なんか飛ばしちゃう。いや、カリスタショートに持ってきて。そうかそうか、大島使う。あ、大島選手ね。そうそうそう、なるほど。1番大島、2番カリスタにする。もうイケイケと。もうイケイケって、バンドなんかやるなお前なんて。バンドなんかサイン分かんなくてもいいから振り回してこいって。カリステ、いやもうそんな感じだよ、やるとしたらね。でもやっぱりキーになってくるのはカリステなんですね。カリステを使わない。カリステと、もう一人大島の使い方なんだよ。使い方、うん、大島はとにかく打つって。まあもう本当技術ありますよ、ね、自由にやらしておけば打つから、うんうん、ね。でカリステも自由人なんだよ。はい、そうですね。ね、はい、だからこれを自由人で 1,2 番組ましたらいいんだよ。なるほど、サインも出さずに。お前らはサインない。1,2 番とにかく好きなところに好きなように打ってこいって。その代わり塁に出てくれと。その代わり塁に出ろと。はいはい、で周辺、うん、お前が考えろと。申し訳ないと。いや、だって周平が技術高いもん。まあ、確かにね、うん、だから周平頼むと、うん、ここは引っ張ると。ここは自由に打てると。周平選手の、ね、負担がかかるけれども、うん、そこはもう任せたと。そうそう、でも遅くはお前返せと、うん、中田も返せと、うん、石川隆選手、石川ね、まあ、場合によって勝負どころで打ってくると。はい、ね、岡林も悪かったらすぐ帰る。上林、あ、岡林から上林ですね、うん、はい、でもうそれがダメだったら三好でいますからね。そうですよね、そうだそうだ、うん、でキャッチャーは加藤選手なんですね。まあいいんだよ加藤ね。とにかく刺してくれるから。あ、いや加藤がマスクをかぶってるだけで、うん、相手は盗塁仕掛ける気にならないから、うん、あとはやっぱこうストッピングがうまい、はい、守りっていうことですよね、うん、そうそうそう、まあ、そうですね。ピッチャー陣がねいいので受けてればっていうことになってくるんでしょうね。まあ使っとけばそのうち当たってくるから、バットに当たる。で、まあ、田中美希也、はい、田中美希也選手、ね、うん、これはもう体力的なことを考えて、はい、まあ、2番でフル出場してくれるのが1番だけど、うん、そうはいかんやん、うん、まあ、そうですね。フルで戦ったことがないので、ないし、やっぱあの華奢な体でね、うん、やってるわけだから、やっぱ体力的に問題はあるよね。そうですね。そういう意味では守りだけでもすごい貢献度が高いから、はい、9番に置いといて、うんうん、まあ、DH を使えるんだったら、ね、はい、まあ、そういうふうにした方がいいかなっていう。お、じゃあちょっとぜひ交流戦でね、もし中日のね首脳陣の方、片岡さんを筆頭に見ていただけてたらね、動画をぜひこのちょっと1日だけでもね、2戦だけでも試してみて、これで試していただければ、もし本当にこれと全く一緒のが出たら、あ、見たいなって思いましょう。いや、そうは、そんなこと言ったら使いにくくなるから。そっかそしたらどっかでアレンジ加えてくる。逆に。そっか、ちょっとね、中日だけひいきのこれ動画になっちゃいましたけど、まあ、そうだ、はい、続いて現在、最下位のヤクルトですけれども、5月の月間順位は5位というところで、現在ですけれども6勝8負けというところですね。やっぱり塩見が怪我したのが痛いな、うん、あ、まあ、調子が上がってきてただけにさ、はい、まあ、一塁に走り込んでひっくり返って、半月高津監督の顔表情見たら、またかっていうような顔してたけどさ、はい、やっぱあの子がいるかいないかでものすごい大きいですよ、ね、うん、それと丸山がね、はい、その後一番に抜擢されて、はい、いや、いいじゃないかって思ったらまた怪我でしょ。重くです。
だからなかなかうまくいかんのと、でも長岡がやっぱこう一皮むけたなっていうようなねバッティングもしてくれるようになったし、それにつれて竹岡が成長してきたなっていうのことも思うしね、だからまあ野手陣は順調に来てんのかなって思うよ、まあ怪我人以外は。ただやっぱそこのピッチャーっていうところですよね。あの先発防御率が 2.71 なんですけれども、これ救援の防御率が 3.37 と、やっぱりこれ6チーム中飛び抜けて悪いというところで、中継ぎからの後ろというところ、まあ、今はさ7、8、9だからな、はい、野球が、だから先発ピッチャーがガバガバ打たれてさ、もう本当に勝敗が決まるっていうような試合っていうのはそんなにないんだよね、だけど7、8、9で崩れると、まして勝ってるゲームをひっくり返されるとやっぱ辛くなってくるよな。そうですね。だからまあここら辺の整備っていうのは、まあ、田口がいない時は石山を持ってって後ろにね、やっと落ち着いたんだけどさ、7、8っていうのがな、そうなんです、まだ安定してないですよね。まだな、だから辛いだろうなっていうふうには思うけどね。そうですね、それを飛ばして先発ピッチャーをこうちょっと引っ張ろうかと思ったら捕まっちゃうしな。そうなんです、まあ、小沢なんかそうだよな、はい、いいピッチングしててもう1イニングなんとかって言ったら捕まるし、だからまあそこね、思惑通りにはこうなかなか運ばんな。で小川投手もね、あの出遅れで帰ってきた当初はすごくやっぱりいいピッチングだったんですけれども、ちょっとここに来て、まあ、打たれ始めてしまったりとか、まあ、そうだな、だからまあスピードが命ではないけども、でもある程度やっぱこうもうちょっとスピードが欲しいな、そうですね、じゃないとやっぱ楽だよね相手もね。確かに、そうですよね、まあ、石川投手もねちょっと打たれちゃったりというのもありましたけど、まあ、そうだな、まあ、石川はねやっぱこう球団を挙げて、まあ、なんとかこう達成させてあげようっていうねことがあるからまたマウンドには立つとは思うけども、なかなかやっぱこう大量点欲しいなものすごい大量点が欲しい、いやものすごいっていうかさ、ある程度の点があったら勝てると思うんだけどね、である程度ゲームを作る能力もまだ持ち合わせてるし、まあ、なんとかね早く一勝させてあげるとか、そうですよね、まあ、そうやってくるとちょっと流れは変わりそうな感じはするけどね。やっぱ石川投手となると5回までっていう風になると 6,7,8,9 っていうところでの、まあ、例えば追いつかれたり逆転されたりっていうのもあるので、まあ、あるな、救援陣って大事ですね、まあ、大事だな、だからまあそこら辺でやっぱ投手力がね、はい、まあ、田口がまあ帰ってきてるから、まあ、ここら辺がどういう働きをしてくれるか、はい、まあ、それによってはその石山をね前に持ってこれるし、はい、だからまあそこら辺を早く整備しないとね、終わっちゃうなっていう感じがするよな。そうですね、はい、さあ続いてパリーグ、現在5月21日時点の順位は1位ソフトバンク、もうぶっちぎりです、で2位の日本ハムは6ゲーム差で追いかけているという状態、で3位がロッテ2ゲーム差で追いかけています、で4位がオリックス 3.5 ゲーム差、5位が楽天 0.5 ゲーム差、そして、西武が最下位というところで 4.5 ゲーム差、もうかなりのゲーム差が開いてのこの5月になってしまったというところなんですけれども、まずは首位のソフトバンク、5月の月間順位でももちろん1位というところで現在10勝4敗と、これすごい、4敗どこにしたのかなって思い出せないぐらいな。そうなんですよ、まあ、勝った印象っていうのが強いけど、強いな、で打率が2割8分、これ6チーム中トップです。でなんといってもやっぱピッチャー陣がすごい、防御率 1.69 で、これ先発防御率は 2.27 なんですが、救援の防御率がなんと 0.61 と、0.61 です。つもりとさ、松本、この2人が0点台だもん。すごいですね、オスナが出てきたらチャンスかもわかんないって言うぐらいだもんでもそのオスナも安定してきてからね、だいぶだモイネロ前に持ってきたところで大丈夫だったんですね。全然大丈夫だな。ちょっと表面がすごい、まあ、個人成績でもすごいよやっぱり。あ、もう軒並みそうですね、軒並みもギータポンちゃん、そうそう、で周東とかね、はい、周東選手も、で盗塁部門もそうでしょ、はい、全部部門でやっぱトップだもん。すごいですね、それはもう能力が違うっていうふうに思うよね。でホームランも12本、これもやっぱ6チーム中トップ、5月だけで12本。いやもうなんか打ってほしいところでホームラン打ってくれるしさ、
やっぱりドスコイすごいですね。まあドスコイは神話ができつつあって、はい、山川が打ったら負けないという打点、はい、負けてないんだよ実際。あ、そうなんですね。17勝、今現時点、まあ、動画撮ってる現時点で17勝0敗、はい、1分けなんだよ、うん、だからもう山川打点上げたら勝つよみたいな。本当横綱ですね。本当だよ。もう全勝優勝だから。そうですね。この夏場所、いや本当にすごい。いやこれ見るとちょっともう何も言うことがない。いやもう言うことないよ。そうですね。あとはやっぱりいかに怪我人を出さないか、はい、まあ、そういうことだよね、うん、で今宮なんかお前1イニングで3塁打2本打ってるから、これ史上初らしいよ。あ、そうなんですね。もうそういう記録までついてき出してるから、神話と記録。さらにね、つい先日で楽天戦の21対0という試合も、もうその河村もさ、うん、成長しちゃったな、まあ、そうですね。もういいよ、いいチームになったと、もう言うことなしですね。言うことないな。これちょっと走っていきそうな気もしますけれども、はい、さあ2位日本ハムですけれども、一時期でソフトバンクと 3.5 ゲーム差ぐらいつけて、で必死に捕まっていってたんですけれども、ちょっと6ゲーム差に開いてしまったと。で5月の月間順位は日本ハムは3位、8勝7敗と、うん、いうところなんですけれども、ちょっとね救援の防御率が 1.86 ではいいんですが、先発の防御率が 3.56 とちょっと数字が上がってしまいました。まあでも中継ぎってすごくいいと思うんだけども、はい、先発で圧倒してるピッチャーってなかなかいないんだよね、うんうん、そのゲームを作るピッチャーって結構いるんだよ、はい、まあ、例えば加藤だとか、はい、山崎幸也だとか、うん、だからビシビシいけるんじゃなくて、まあこうのらりくらりというか、うん、まあそういうことなんで、点はある程度失点しながらでも負けないというね、はい、まあ、加藤がちょっと状態悪いな、あ、加藤ぐらいで、あとはある程度先発の任務を果たしてるというかさ、うん、あとはやっぱこう感動的な試合が多い。多いですね、さよなら、ね、逆転で、やっぱね守備が圧倒的に去年よりは良くなってる、うんうん、確かにそうですね。で今川は落ちちゃった。でもその代わりに上がってきた水谷がね、活躍すると。活躍しましたね。やっぱり新庄監督のこのやりくり上手というか、はい、やっぱ前日に SNS でね、うん、明日は使えますよ。そうなんです、何番に使いますよって、うん、で、まあやる気とね、注目度は集めて、うん、まあ、そこで仕事をさせてるというね、うん、だから非常にバランスよくいってるよな。そうですよね、うん、まあ、失策エラーも今月5月は5個というところで少ないですし、うん、盗塁も20ということで6チーム中一番走ってるという、うん、いや、かき回してるよ。そうですね、やっぱこう一時期ねちょっと守りに入ったみたいな感じがあったんだよね、うん、ロッテ戦、はい、だけどまたこう攻め出したという、だからいいチームになったな。5月にやったあのホースボークでしたっけ、あれもね、ちょっと形が違うんだけどね。あ、そうなんですね、うん、ちょっとスティーブンソンの早とちりと。そうだったんですか。あ、そう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 、あ、スティーブンソンも上がってきましたからね、5月。上がってきた、上がってきたけどね、ボール振りすぎだな。あ、ちょっと振りすぎ。そうそう、もうちょっと我慢すればいい、ね、うん、ただそう、日本ハムはすごい感動的な試合してますし強いんですが、それをも上回ってきたのが現在3位、そして月間では2位に躍り出てきたロッテ、うん、今月はですね9勝4敗というところで非常に勝ち越してます。まあ先発ピッチャーが安定してきたよな、はい、種市がどっちに転ぶかなと思ったらいい方に転んできたというか、うん、まあ、西野がなんか特定のチームには絶対勝つと、はい、まあ、西武とかね、うん、まあまあ安定はしてきて、それと高部が戻ってきた、はい、で高部を上位に入れることによって3番に使うことによって、まあ、安田とか佐藤、これを下位に置けるようになったんだよ、はい、だから打線の厚みはすごく増えたし、角中の使い方切り札として置いとけるし、うん、まあ、荻野もそうだよね、はい、だからバランス的にはすごく高部が帰ってきたことによってこれから来るかなっていうのはまだここからまだ来そうな、ここから来そうな感じがするし、はい、まあ、岡がいいよね。そう、岡選手がサヨナラだったりとか、あの積極的なんだよ、はい、ホームランもよく打つしね。そうなんですよ、まあ、サヨナラホームランも打ってるし、はい、だから非常にリードオフマンとしていいしね、うん、ですよね。救援の防御率は 3.32 とよくないんですけど、打率が2割5分4厘とちょっと上がってきてる、うん、そのやっぱバッティング
ていうところが非常に5月はこう上がってきて光ったのかなって、まあ、上がってきてるし、うん、その中で最後に高部が上がってきて、はい、3番で結果を出した試合があるし、うん、だそういう風になってくると厚みは増えるよね、はい、あとはやっぱ中村翔吾、はい、これがどういう状態になってくるのかこれから、はい、そこでがポイントだなっていう風に思うけどね、はい。さあ続いて現在4位のオリックスなんですけれども、ちょっとあの1ヶ月前よりも順位は1つ落としました。そして月間順位では5位ということで4勝8敗、うん、大きく負け越しました今月。まずやっぱ先発ピッチャーがあんまり良くないな。そうなんです、あの救援の防御率は 1.82 といいんですが、先発の防御率が 3.18、はい、やっぱ宮城いない、山本はいなくなっちゃった、山崎さちゃんもいなくなっちゃった、はい、3枚いないとさ、そりゃ苦しいよ。苦しいですね、うん、苦しいし、ただねやっぱこうチームとして乗り切れないっていうのは、まあサヨナラ宗が打つんだけども、その試合でもその前に宗がバントのサインで失敗したんだよね、はい、でサヨナラにならなかったんだけど、でも強いオリックス昨年までだったらそこきっちりノーアウトランナー、セカンドのランナーをサードに送っておいて、おそらくサヨナラにして勝ったと思う、うん、はい、だからまあそこら辺がちょっと乗り切れないかなっていうのと、はい、やっぱ平野、まあ、抑えに入ってるけどあと一つぐらいなんだよね、あのセーブ数、まあ、そう、それで免疫会っていうのがね、はい、あるんだけど、やっぱそこをやっぱ早く使っとかなきゃいけない、達成させなきゃいけない。マチャドっていうさ、はい、めちゃくちゃいい、うん、抑え候補がいるんだよ、はい、そこを使っときゃさ、はい、その試合でもなんかすんなり勝って、プロ入り初勝利、斎藤がウイニングボールを片手に、ね、両親にプレゼントしますみたいな言葉は聞こえたんだけど、聞こえたんだけど俺の中ではね、はい、だからもう違う投手になってしまったと。うん、だからやっぱこうちょっと乗り切れない部分っていうのはあるね。ありますね。で3点リードしてたけども、なんか万波にビシッとホームで刺されて、はい、エスコンで、うん、でなんかこう勢いが止まっちゃって、うん、同点に追いつかれ逆転されたね、はい、そういう試合も作るし、うん、3点取ったら昨年までのオリックスだったらだらだらなんかこう逃げ切ってたような感じがするんだけども、うん、はい、でもね3年間こう勝ち続けて、その中で日本一1回、ね、死闘を繰り返した、やっぱ疲れも来てるんだろうなと思うよ、ピッチャーにも野手にも。そうですよね、うん、でそのピッチャー先発陣がちょっと整わなくなってきてる、まあ、さらに、まあ、打つ方も最初の出だしの頃よりかは良くなったとはいえ、5月の月間打率が2割4分5厘、これは日本ハムと一緒なんですけれども、うん、得点だけで見ると日本ハムは61得点、一方でオリックスは35得点、まあ、これ西武のワーストの33得点とそう変わらないんですよね、うん、ってなってくるとやっぱりこう得点点検だったりとか、塁には出るんだけれどもホームに帰ってこないとか、まあそうだな、だから、うん、まあ、効率が悪くなってるよな、はい、ただその、まあ、太田が上がってきた、はい、まあ、そうなってくると太田が非常にいいしね、うん、で胸の状態も上がってきてるんで、うん、そこら辺でちょっと変わり身はあるかなっていう、うん、まあ、西川もようやくこうパ・リーグの野球に慣れてきたかなっていうような感じもするし、はい、まあ、森もちょっとずつ良くなってきてるっていうことを考えると、うん、まあまあこっからまあ A クラス目指してくるかなっていう感じはするけど、ね、あ、まあ明るい兆しはあるんだよ、ね、兆しはあるんだよ、うん、ただその、まあ、山下晋平太がもう戻ってくるって言われてるけども、うん、これがどういうふうな状態で戻って本当に来れるのか、うん、だから構想と全くこう違うことが起きてるんだよね。そうですね、うん、もう吉野の代わりに山下晋平太、うん、トミー・ジョンから帰ってくる向野木とかいろいろこう計算はしてたと思うんだけども、やっぱ思惑がこう外れてるよね、うん、だからまあそこら辺ではね、やっぱ3年間勝ってきた、はい、その疲労だとか歪みが、まあ、今年出てるのかなっていうような感じでは見てるけどね。そうですね、うん、さあ続いて現在5位の楽天なんですけれども、月間順位では4位というところで、はい、まあね、その月間順位と現在の順位がそこまで変わることはないんですけれども、救援が 3.68、 先発が 4.31 と、うん、これはやっぱりピッチャー陣がちょっと打たれてると、あの打率は265でいいんですけれども、まあ、まあそうだね、だからまあ早川はね戻ってきてから良くなってきてるよ、はい、であとはやっぱり内と庄司、はい、ここら辺が点数もらいながら吐き出すとか、はい、よかったのに突然崩れるとか、まあ若さだろう
あ、うん、若さを露呈してるというか、はい、まあ、そこら辺がやっぱこう安定しないとなかなかこう勝っていけるようなピッチャーにもならないし、まあ、チームに勝ちをもたらすようなことはできないだろうね。そうですよね、うん、あとこのね、やっぱりちょっと防御率が跳ね上がってしまってるのは先日のソフトバンクとの試合っていうのもあるのかもしれないですけども、まあまあそうだね、まあ、それはあるかもわからないけども、うん、まあ、あの試合でも頼りのポンセがね、はい、まあ、ああいう打たれ方してるんだよ、もうゲームにならんしな。そうですね、うん、まさかのでしたけれども、でもまあ野手は、まあ、サード浅村、はい、村林、うん、小渕ちゃん、うん、ね、まあ、ファーストは流動的だけど、まあ、島内とか辰巳だとか大郷だとか、そういうことを考えると、まあ、そんなに戦えないとは思えないんだよ、うん、ただやっぱピッチャーがな、若いピッチャーがもうちょっと頑張れよみたいな、うん、そうですね、うん、まあ、そんな感じ、そんな感じなかなかね、ベテランだけにもう頼ってるわけにはいかないだから ね、 っていうね、後ろ行けば孫チャーホーと則本、はい、うん、この2人はね、万全で待ってるんだよ、そこまでですよ、行かないんだよ、そうですね、うん、さあ最後、もう豊さん頭抱えてしまいます、西武です、6位、そして月間の順位でももちろん6位、豊さんは本当に優勝候補に当初は置いてたんですけれども、先発これ防御率が 3.77、 6チーム中ワースト、さらに救援の防御率が 6.28、 これちょっとおかしすぎるぐらいな数字になっちゃいましたけれども、プラス打率が2割2分クリーン、得点も33点、これ失点も71、どの部門でもちょっと悪い、5勝10敗というところで、まあ、だからやっぱこう何をやってもうまくいかない、まあ、選手もそれを感じながら、うん、だからもう平なんか離脱したもんね、はい、いやいや俺はなんか無駄に投げるだけ無駄だと思う、あ、もうこうなってるし、なんかもうチーム全体がもうこれじゃダメでしょっていうことが蔓延してるような気がする、チームの中は雰囲気がそうですね、あんまりいいとは言えない、うん、だから打者とすれば昼間が戻ってきて、うん、ちょっと雰囲気は変わったけどね、うん、まあだからもう若手で行った方がいいんじゃないかなっていうような気がする、思い切り切り替えてです、うん、だって率がいつまで経っても上がってこないしさ、上がらないですね、まあ、それだったら同じ率だったら若手の方がいいじゃない、うん、と思わない、うん、やっぱベテランってそういう危機感がないとダメだよ、うん、こんな打率でゲームに出てられるんだみたいな、はい、それじゃ困るよね、いや同じ打率しか残せないんだったら若手使った方が良くないか、もうそうですね、こうなったら、うん、だからもうそういう危機感を持たせながら、はい、もう若手にシフトしていった方が俺はいいと思う、うん、じゃあこのまま使い続けてまた来年ってなるとまた同じ思いするような確率は高いよ、ここからもうちょっと変えて若手での成長という意味も込めて、だからね、チームが弱いっていうのはそういう危機感があるんだよベテランに、はい、それを持たなきゃいけない、だから勝たなきゃいけないんだベテランを、うん、で勝つようにやっぱ若手も仕向けなきゃいけないし、そういう貢献をしていかなきゃいけないんだよ、だけどそれができないんだったらもう若手にもうこう非常だけども死活問題になるけども、変えていった方がチーム愛だよ、うん、これ若手が育ってなかったとですかね、まあ、その育成も遅れてるよな、うん、だからこう取って変わる、ただね若手も使う山村みたいにすぐ怪我しちゃう、はい、怪我多いですね西武って、多いね、注射用意しておかないまた怪我だ、もう怪我、痛み止め、憎まれないね、もう注射ペン、いや本当そうですね、痛みがあって、いやなんか一瞬消えました、じゃあ痛いって、痛み止めだから行けみたいな、なんか本当そうですね、本当にそうだよ、山村なんか本当に魅力あるけどな、うん、まあ、だけど怪我しちゃうと、はい、怪我する原因は何なのかっていう、うん、まあ、そこも追求しなきゃダメだ、そうですね、いや絶対そうなんだよ、何かあるってことでしょうね、だってさ、うん、数試合しか出てないの怪我するなんて、うん、普通考えられないよ、ねえずっとやって、いやいやだってプロの選手でしょ、うん、前日々鍛えてるわけでしょ、うん、分からない、なんで怪我するのか、まず準備っていうことも、まあ、準備なのか私生活なのか、はい、まあ、そういうことも含めてだけども、うん、それはやっぱりしっかり検証して原因を追求しないとこれからもそういうことになるっていうこと、そうですね、あとこの救援陣の 6.28、 だからそこに悪いからって松本入れた、はい、そうなんです、先発から、はい、崩してねローテーション、うん、松本が近藤に打たれるっていう
どうしたらいいんだろうっていう、だからちょっともうやりようがないんじゃない今のところ、うん、いやもうそれだったらもう若手使った方がいい、下にいる誰か上げてくるとかっていう、うん、とか、うん、ベンチにいる若手を優先的に使った方がいいし、うん、これ例えばトレードとか補強っていうことはどうですか、あの一つとして打てる人が来てもあの雰囲気だったら打てなくなる可能性がある、そんなに悪いかやっぱり、うん、いやだからもう本当にあの、ね、やる気を持った若手もう育成でも支配下にして、はい、全部こう変えるぐらいじゃないと、うん、なかなかこう厳しいかもわからないな西武は。そうですよね、これ現在 16.5 ゲーム離されてしまって、先日自力優勝が消滅したっていうのも、ね、もうはい、この時期に出るんだっていうのも、いやだからもうそれだったら余計にそうじゃない、切り替えた方がいいですね、そうそう方針を。そうそうですね、負けるにしても意味を持った負け方をしないとさ、はい、全力で戦って負けましたって、うん、でも率は1個も上がりませんみたいな、うん、いやそれだったら若手使おうよ。そうですよね、ちょっと本当見てるファンもね、なんかもうドヨンというか、ドヨンどころじゃない、俺なんか毎日はもう塞ぎ込んでシーズン終わり頃にはもう入院してんじゃないか、本当地面にめり込んでるかもしれないですよね、なんでこうなるのみたいな、あれだけのピッチャー陣がいてっていうね、いやもうねピッチャー陣もモチベーションなくすよ、まあ、そうね、高橋コーナーってまだ勝ってないわけでしょ、だって今井投手が2勝しかしてないんですもんね、なあ、うん、いやだからちょっと考えられない、うん、本当そうです、もう痛いって言ったもん勝ちみたいなピッチャー、もうそうですね、まあ、だって勝てないんだもんね、うん、点取らないから、確か投げるだけ無駄みたいな感じになっていっちゃいますよね、そうそう、いやだからまあそうならないとは思ってるけどね、うん、でも本当にそのぐらいの気持ちになっちゃったらもう終わるからさ、はい、頑張らないとな、そうですよね、うん、まあ、セリーグパリーグ12チームの月間総評をしてまいりましたが、はい、次の月間総評は交流戦があるので、もしかするとちょっとまたねいろいろ変わってくるのか、これパリーグが全部こう圧勝になってくるとなかなか順位とか変わらないんですけど、まあ、なんでパリーグの方が圧勝って言ってるのか自分でもちょっと、いやパリーグとセリーグってそんなに力の差はねもうないよ、ないですか、去年見てみよ、そうですよね、去年セリーグの方が勝ったで、そうですよ、ただなんか今年ソフトバンクがねやっぱちょっと、うん、そうなんだ、そうなのでセリーグはねちょっとソフトバンクとどういう戦い方するのか、どうやろな、はい、でまた交流戦が終わって時点での月間チーム総評もやっていきますので、はい、楽しみにしていてください、はい。